皆さんお疲れ様です。村上工房です。いや、前回やっと天井の施工が9割方終わりました。で、次はね、床の施工に入っていきたいと思います。床をとりあえずアルミテープで隙間を塞いで、次にこの糖質防水シートを床に敷いていきます。まあ、平らな面でね、本当はあんまりちょっと意味がないというか、うまく空気が抜けないかもしれないけど、まあ、気密性を高めるということでこいつを敷いていきたいと思います。本当はね、床下がもう土とか砂利敷きとかのところに使うともっと有効なんだけど、まあ、今回ね、1枚板を張ってあるけど、この上にさらに、このシートを張って、その上から断熱材敷いて、床を張っていきたいと思います。1メーター幅で長さが50メーターあるんだけども、だいたい6500円ぐらいで、類似品になるとだいたい3000から3500円ぐらい、約半額ぐらいになります。まあ、今回はこのタイベックを使ってやっていきたいと思います。じゃあどんどんやっていきましょう。まずは床下の隙間塞ぎから行っていきます。いや、この作業結構大事ですね。冷たい空気と暖かい空気が出てきちゃって、結露しちゃうとすぐカビになっちゃうんで、木下地とかは特に湿気に注意して作業していきましょう。続いてシート張りを行っていきます。まあ、このシート本当はね、根太とかこう空気の回るところに敷けばいいんだけど、まあ、今回は空気の流れとかよりかは気密性を高めるということで敷いています。寒すぎる。もう建物の中なのに外と変わんねえっす。やばいね、これは。すごいね、不思議な感覚がする。建物の中にいるのに超寒いっていう。いやー、早くとりあえず断熱しねえと冬は越せなさそうです。端部の折り返しの細かいところを仕上げていきます。幅木に対してアルミテープとこの糖質防水シートを貼り合わせて、空気の逃げ道をなくします。よし、ということで、シートの方を貼り終わりました。次に、木の下地、今回は、30の断熱を仕込むから、根太材、木材は、30×40 の断面のものを、使います。で、根太の流し方はもうコンパネを貼るためだけに割っていきますんで、まあ、910だったら、ちょうど貼れるようにね、パネル加工せずに貼れるように、下地を貼っていきたいと思います。じゃあもう今晩のうちにね、とりあえず下地流して断熱材敷いて、コンパネ何枚か敷いて、その上でテント張って寝たいと思います。多分、幾分かね、下の1階よりかはあったかいと思うから、とりあえず今日はここで寝たいと思います。じゃあ時間がないんでね、どんどんやっていきましょう。まずは回り打ち回します。で、結構重要なのが、ここしっかり金手で出してやんないと、スタイルフォーム貼ってった時に合わなくなって、ちょっと斜めに切断することになるから、ここしっかりね、まっすぐやってあげれば、コンパネもスタイルフォームもしっかりきれいに収まるんで、ここをとりあえず基準作りとしてやっていきましょう。回り縁は床の端部が跳ね上がったりきしんだりするのを防ぐ重要な下地ですので、しっかりとやっていきましょう。はい、とりあえず回り縁は終わりましたんで、スタイルを敷いて間に補強の、ね、値段を流していきます。スタイルフォーム30ミリを購入20枚。いや、こういう時やっぱバンが便利ですよね。断熱材を敷いていきます。これは一種の B というスタイロフォームで、ホームセンターでどこにでも売ってます。1枚30ミリだと大体1200円ぐらい。床の施工は早いっすね。まあ体勢が楽だっていうのもあるけど、やっぱ天井に比べるとすごい楽ですね。とりあえず今晩でスタイロはいけそうっす。床下の断熱の厚さは、まあ、何で決めたかっていうと、まあ、とりあえずホームセンターで手に入る素材を基準に考えています。だいたい手に入るのが30ミリ、20ミリ、25ミリ、あと大きいホームセンターだと40ミリ、50ミリってあるんだけども、それに対応した下地、まあ、木の根太材っていうと、30の40とか、24の48とかが、だいたいどこのホームセンターにも売ってます。なんで、まあ、組み合わせるとしたら、だいたい30がベターになってます。よし。とりあえず寝れそうですね、今日は。よし、ということで
とりあえず断熱材貼り終わりました。値段もねコンパネに合わせて貼ったんで多分問題ないかと思います。タンクの処理がね結構大変だったっすね。よいしょ。幹部が結構大変だったかな。コンパネに合わせて下地を入れたんだけど、まあ、全部やっぱり充填してあげないとね冷気が来ちゃうんで、こういう風に端の方までみっちり断熱材を入れました。これがね結構かかったかな。2時間ぐらいかかったかな。よし、じゃあコンパネ貼っていきましょう。これ20枚持ってくるのが大変だわ。コンパネ止めるときはこいつを使います。コンパネ用ビス、長さは28mm。 いやとにかく物の運搬が大変です。とりあえずコンパネを敷いていきます。下地張りとして、12mm のコンパネを敷いていきます。こういった角はパネルを切り替えてあげて綺麗に収まるように加工します。よし、まあ、多少隙間空いてても上から何かで塞げるんでこんな感じで長手と短手のところもねしっかり合っていれば問題ないです。じゃあこれで止めていきましょう。とりあえず1列並べたらビスの打つ位置を出してあげます。でその時に使うのはね隅つぼ、これまあ1000円ぐらいで売ってるんだけども、まあめちゃくちゃ便利な道具なんだけれども、これ使って、値段のところねに隅出してあげれば間違いなくビスが打てるんでやっていきましょう。ビスの打つ位置を隅出していきます。で隅つぼは1000円ちょっととかで買えるすごい便利な道具なんで必ず持ってるようにしましょう。これはもう DIY の必需品ですね。いやー、隅つぼって原始的ですけれども、もう理にかなってますよね。こういう道具すごい大好きです。この調子で下地張りを行っていきます。まあ、この時生きてくるのが 30×40 の根太材です。40mm あることでちょうどですねセンターで割ってやると 20mm、20mm、かかり代、張り代があるんで、そういう時に 30×40 っていうのは便利なんで下地使う際はおすすめします。とりあえず大所は張り終わりました。あとは、タンブのところだけですね姉妹してあげれば OK です。ふう、とりあえずなんとかなりそうだな。うん、 OK。 しゃあ、よいしょ、疲れた、よし、大きいところはようやく終わりました。だ、よし、床の大所は終わりです。いや、やっぱり床施工は早いですね。なんだかんだ1日半で穴塞ぎから、あ、隙間塞ぎからここまで来ました。とりあえず床の下地はこんな感じでいいんじゃないですかね。ここに工房になる今見えてるところが、まあボール板とかいろいろ機材を置くんだけれども、そこはねもう一層木の仕上げを貼ろうかなと思ってます。でこっちの、居室部になるところは、まあ、カーペットとか貼り物をこの上に貼っていこうかなと思っています。でこのまあ、メインの通路になるところなんだけど、どうしようかな、まだあんまり考えてないけど、ちょっとね工房のところとは色の強弱をつけようかなと思ってます。よし、そんなら、床がね汚れる前に塗装を塗っていきましょう。今回塗るのはなんとね水性の木具保護塗料。一応ね床かびちゃうと岸本とか後々出てくるのが嫌なんで塗って耐久度を高めます。今回は水性の塗料を使います。こういったね水で溶いてできるんでどんどん塗っていきましょう。床の下地が張り終わったら他の作業をする前に塗装をかけちゃいます。他の作業をするとね、どうしても床面が汚れちゃうんで、その前に塗装をかけちゃいます。後々床が腐っちゃうときしんだり
床が斜めになっちゃうんで、それを少しでも塞ぐために耐久度向上のため塗装を塗ります。よいしょ。 OK、 終了。はい、ということで床の下地が終わりました。次はね、次回は床の仕上げ入る前に壁立てちゃいます。この状態ね、天井と壁、天井と床がの構造が決まったんで、ここから壁ぐるっと回していきます。で、壁材をぐるっと貼ってから最後床の仕上げ材を貼っていきたいと思います。で、あとそこからは家具作ったり、工房の机を整備したり、機材を持ち込んだりして使えるようにしていきたいと思います。とりあえず床の下地編はこれで終わります。じゃあ次回壁編でお会いしましょう。全然話変わるんですけれども、なんか暇だったんでスキルカード作ってみました。いやー、これなんか楽しそうですね。